ちょっとタヌキに、お話を聞く。ちょっとあのこの人座りづらいんだわ、タヌキさん。ちょっとどれが何回、はい、ありがとう。島のインフラ整備、まあ橋とか、階段をかけられるようになるとね、いうことです。あと建物の場所だから、住民の家の位置が気になれば、こいつこっちに来っつって、あのまあお金払って移すんだけどね、これね。オプションプランだから、ジオは、費用は実費、現金でお支払いいただくと。という感じなんだけど、どうだなもん。まあ、特にな、お願いって何まず。あ、ほら、願いの件。聞いてくれんだもんね。ねえ、もし立派な内臓立てて、おまけにイベントなんかもできちゃう。嫌いな人も作ったじゃない。私は斜め無事となったこの島が、立派な集落になったことを気にして、何かでっかいことやりたいな。ってことわけなんだよね。僕ね、とある大きな目標を思いついちゃったんだのも。もう見ないなぁ。そんなこと言わないで、とりあえず聞いてほしいだのも。どっちにしろ喋り始めるんだよね。トタケ系の知名度ってさ、集まりじゃない、動物の森で言うとさ、それだけの人気アーティストということで、あれは現実で言うところ何、ビーズとかそんな感じ、そこら辺の大物を呼ぶってこと。まあ知ってるよ。夢に出てきたしね。テレビ袋からのお箱は聞け、演歌なんだけどね。あ、ごめんごめん。トタケさんの声の後、すい夢中になっちゃって。ここで、トタケ系を、トタケルライブをやりたいと。その果てためにいろんな活動してきたけど、これは集大成とも言える一大プロジェクトだなも。はい。また。ちょ、お話全部一回しましてもらえないですか。マイホームは特にないかなー。まあ、セレモニーしよう。よしよし、いいよ。セレモニー参加するわ。ちょっとセレモっちゃおうぜ。みんなで。どこの、あ、ここの広場のセレモニーか。来たな。それもより、案内所の完成セレモニーを取り行います。イェーイ。こうしてみると、肉食は、ライオン一人で、まあ、あとは草食と雑食って感じかな。カバーは何？カバーは草食でしょ？まあ、人は雑食だし、まあ、犬も雑食か。ガチ肉食は、本当にサンデーだけだもんな。もうちょっと人員呼んだ方がいいよ。あと3人ぐらい増やせない？日帰りでなんか、放送してほしい。よろしく。壁面。そこ発光するんだ、そのほっぺたのとこ。どうだよ。5言ぐらい言わせてくれ。やりたいね。5文字だから、これでいいってか。どういうことか？そうでしょ？なんか、それ言っときゃいいみたいな思ってないから。はい、じゃあ、あれの準備しましょう。はい、寝た。こいつ、第3の壁を認識しているな。あの人の完成の祝いと僕ら、ラブリージョート。ラブリージョートってなんか久々に口に出した気がする。気のせいかな。よったありがとうございましたー。はい、じゃあ今回のセレモニーは閉会となります。皆さん、お気をつけてお帰りください。よし、ここで写真を撮って、写真とか動画を撮っておこうね。はい、強制的に。退場させ。どこから再生なのかな？こうか。違う。だったわ。前送りってどういうんだっけな？こうか。あ、そうか。じゃあ、チャンネル。前送りとかなかったっけ？動画。私が邪魔なんだが。ないわ。で、ちょっと私も混ぜるから、ここに。はい。あ、くそ。ちょっとこう。ちょっと混ぜてくれ、ここに。よっ！パーン！イェーイ！イェーイ！あ、ちょっと出ちゃった。やっぱ、私としても混ざりたいじゃないですか。頑張ったんだから。混ぜてくれよ。あ、思い出されてしまったんですけど、もう一回入ります。
あれ、ようあるぞ。先に静江に話聞いたらどうなんだろうな。もう、出迎えて、もっと、私を。その横の何？シートめっちゃ気になる。何あれ？お、よう見たらこれ、あれだな、島の地図とか貼ってあるんだろう、すごいね。住民が誰かとか。うん。はいはいはい。うん。せっかくいらしたついでに、なん、相談ってせっかくとか、ついでとか、そういうもんなのか？うん。あ。はい、わかりました。優秀。忘れてないよ、覚えてるよ。ただちょっと、ここに、書かれた。はい。建築の方じゃなくて何すればいい？あ！僕の叩き消えてらんらんらんの叩き消えていずれプロジェクト系。うん。3段階か。何これお客さんを増やす。人数を借り住所を増やす。私の評判をうんと高める。お客さんの住民を増やす。みんなにされるラブリー上等になれば。もう愛は溢れてるはずなんだけどな、この島にな。最初から。うん。はーい。お客様があれば手軽にこのラブリー上等での暮らしを体験してもらえていい宣伝なんだな、もう。はい。うん。やだな、私さ、前病院に行った時にさ、3、4回目ぐらいの通院の時に、院長先生にさ、ちょっと手助けをしてほしいんですけど、とかって言われて、何かと思ったら、自分の口コミ、自分の病院の、Google のさ、口コミのやつあるじゃん。あそこに、いい風に書いてほしいみたいなこと言われて、これこれこういう治療で良くなりましたっていう風に書いてくれって言われて、えぇ！ってなって、めっちゃ怖くって、そんなん、患者に頼まんやん、普通、どう考えても。でさ、スマホひょいっと取られてさ、Google のとこポチポチされて、え、人のスマホ勝手に触ってると思って。でも、とりあえず書いて、まあ、後で消そうと思って、とりあえず送信して、で、もう書き込みましたかって言われて、書き込みましたって見せてくださいって言われて、確認までされて、で、返してもらって、で、病室出た後、速攻で消して、もう二度と通わなかったんだけど、その病院に。めっちゃ怖い。ちょっと、トラウマだからやめて、マジで。本当に。スマホ貸してほしい。もう、ダメだよ、スマホなんか人に触らしたら。怖いわ。私も不用心だったけど。なもう盛りだくさんすぎて、もうちょっと、情報量。やむね。あ、ちょっと待って、アナホンの下手くそすぎて。なんでお前そのとこにいんだよ。キャンプ。キャンプって名前が出てこなくても、チャップリンしか出てこないんだよ。もう。そう。キャンプ何してんの？どういった？あ、クワガタじゃなくてカブトムシ。だから苦手なんだよな。サイ！よし。あ、カブトムシ。あれ捕まえてなかったっけ、カブトムシ。キャンプカブトムシ捕まえた。あそこにもいる。わかったよ。うん。ありがとう、カブ、うん。ガーンってのはどうだ。見えない。歩いて筋トレしたらあんまり筋肉痛にならなかった時から疲れそう。僕、それは鍛えられてるから、いいんじゃない？ダメなの。いけ、ボンパンパン。ガーン！わ。先に話そう。モグ。どうだ？そろそろ虫取りのコツ。そうね、ちょっとマシになってきたかな。うん。超ラーメン、走るさす。これで虫取りのコギってやつら。え、これ虫取りの話じゃない？モグ。そうね。の。いや！いいね。強くて硬くて力持ち。ついに、その、買ってきもくれ。ありがとう。雑草も取っといて、枝も取って、なんか今光らなかった。星か？が輝いてんのか？
OK ですね。あとなんかいい感じの、あ、ここら辺にキャンプサイト建てるか、ここ。ここ変ちゃいます？ちょっと待って。裏側何があったっけ？なし！裏側自分ち！そうだな。案内所の裏に建てたいんだよな、真裏。真裏じゃない方がいいかな。いや、でも真裏に建てて、ここに橋かけんのよくないですか？そうしよう。ということであれば、一回木を切り倒すか。パン、パン、パンと。はい、ドン、ドン、ドンと。滝のそばってうるさいかな？うるせえかな、滝のそば。どうしよう。まあ、いっか。多少自然に囲まれていてくれ。まあ、両サイ滝だしな、これな。どっちも。そうだね。したら、ここら辺にしよっか。これはいいんじゃないですか？よいしょ。これ、モーロで。綺麗に建てたいよな。なるべくここら辺の地形は崩したくないから。いげえや。これ取って。よし。邪魔な木の根は排除。ここら辺、ちょっと前か。ここら辺かな。あれ？キャンプサイト建てる、ん？キャンプサイト作るの？もしかして。まさかね。作るんだ！多いな、しかも材料。つっから忘れてんね。なんかキャンプサイトの設置キットみたいなのもらえると思ったんだけど、ちょっと違ったみたいで。来ないな。よいしょ。意外と木取るから、ちょっと木こりするか。ついでに。木こりもしましょう。ですね。ここら辺はもう切り倒したくないので。ごめん、逃げた。まだいたのか、お前。なんで？早いよー、寿命。じゃあちょっともろもろ準備してこようか。さっき。あ、歌ってる！何？かわいいやん。顔いかつ！何の歌なんだろうね。ああ。片耳からめっちゃ聞こえてきた。例えば木揺すっても家具が全然出てこないな。揺する量が足りないのかな。だから家具落ちた時にマイルもらえるからね、一緒にね。マイル欲しいんだけど。あと普通にラッキーだし。木から家具を落ちる日を願って一生木を連打する。日々が続くことになるのか、嫌だな。あ、やべえ、ちょっと待って、ちょっと待って、いけるか、くそダメだった、なんでだよ、いつもなんで取れないの、ハチ。そう、くー、ハチごときが。なんだ、ちょっと今、ガクついたぞ。ガクついたせいで、虫の木を逃してしまった。ん？木の虫を逃してしまった。虫の木って何？わからなくはないけど。それでもちょっとおかしいわ。これで材料揃ったかな？結構凝ったんだが、木を。それでね、木の実も取った。もうちょっと顔は腫れてるんだけど。オッケーオッケー。で、他、木が根ざれてなんか言ったっけ？鉄鉱石っすか。鉄鉱石はさすがにちょっと、家から持ってくるのもあれだな。まあ、あと、ついでに薬も作るか、後で。ちょっと、まあ、いろいろ見ますかね。オッケー、ちょっと、ついでにこの魚も釣るか。はぁ？切れそうー。ちょっと待って、どっちから行こう、こっちから行こう。